インギルバンが伝える今日の韓国ニュースです。ユン・ソクヨル大統領夫人キム・ゴンヒ夫人が最近水害現場で非公開奉仕活動を行った。24日、政治圏と大統領室によると、最近キム夫人は猿8日集中豪雨以後被害が極度だった首都圏を中心に現場を探して被害住民に会って清掃などボランティアをした。キム夫人は2週間2回から3回ほど非公開奉仕活動をしたし、最近も最小限の警護員だけ動員して清掃などを助けたと伝えられた。現場ではキム夫人がマスクで顔を隠して彼を調べられなかった住民が多かったという。大統領室関係者は報道を出す目的ではなく、非公開日程で奉仕活動をした。私たちも具体的な内容はわからないと説明した。キム・ガンヒ猿女子が19日、ただし北ただし州市中央警察学校で開かれた310期卒業式で新任警察家族と挨拶している。連合ニュース。先立ってキム夫人は先月1日、イ大統領の NATO 首脳会談に参加するためのスペイン巡訪に同行した後、公開の歩みを最小化している。最近は猿19日、ただし北ただし州市中央警察学校で開かれた第310期卒業式にユン大統領と共に参加した。キム夫人はこの日別途の非公開懇談会を持つこともした。イ・ジュンソク元国民の力代表が24日、自身を暴露者と攻撃した党内外の親順位死熱会の挨拶たちに振りかけたものが多いが、3つ蹴りながらもう整理したという称しようとすると反撃した。リガン代表はこの日午後、自分のフェイスブックにこのように明らかにし、国民の力オンライン党員加入ホームページリンクを共有した。彼はふんだんにくるんだものをすべて片付ければ、おそらくサソンガノのように行動するだろうとし、それまでは誰が見ても盲目のハリウッドアクションと批判した。四世開発は、先にリガン代表がユン、ヌクマン、ユン、ソクヨル大統領の核心関係者グループの特定の人物が、2017年に大統領選挙で3人の候補を押したことを批判し、使用したサムスンガノという獅子声明すなわち三国志に登場する。ヨポラは人物の性が3つという例え話に性1つを加えたものとみられる。緊急対策委員会効力停止仮処分申請自筆嘆願書が公開された後、自分を暴露者または独裁者と非難した挨拶たちが、イ大統領に心から忠誠を尽くすのではなく、表にだけよくまみえるようにした行動であることを強調しようとする意図として解釈なる。リガン代表は文末にだから問題を根本的に解決するには党員に加入しなければならないとし党員加入しやすい水曜日と付け加えた。中国北京で開かれた環中修行30周年記念式に王が中国国務委員兼外交部長が最高レベルの人事として参加した。10年前の20周年行事に当時副主席だったなら近平中国国家主席が出席したものと比べると、級が低くなった。葛藤と協力が交差する作金の環中関係が反映された結果として解釈される。24日。北京外交課によると、これまで中国は環中修行30周年記念式に副総理級以上の挨拶を主要参加者として掲げた。特に2012年8月31日に開かれた修行20周年行事には権力配列6位であり、次期中国指導者として落ち点したなら近平当時国家副主席がびっくり登場した。ヤンジェツケン中国共産党外交担当政治局員、中国外交部長など長官級8人も席を共にした。これに記念式会場がキャンマオ中国大番店から人民大会堂に変わるなど格が高まった。人民大会堂は首脳会談など最も重要な政治行事が開かれるところだ。市副主席は晩餐の歓迎ケーキを切って友好を誇示した。当時、中国次期指導部が韓国をどれだけ重視したかをよく見せてくれる。佐渡後高度ミサイル防衛体制の配置で両国関係が底を打った2017年8月24日に設けられた修行25周年記念式にも中国は韓国中国人民政治交渉会の副主席を送って品揃えをした。当時、広江は政治局委員で現国務委員である王が部長より磯が高い。一部で王国務委員が長官級以上なので、彼の出席が過去の前例にずれると見づらいという反論が出ている。貿易状況を勘案した避けられない決定という分析もある。現在、中国はゼロコロナ基調を肩守し、大規模な行事を最大限自制している。習主席の3連であることを決定地を第20次中国共産党全国人民大会も花の前に置いたため、高位人事らが外部露出を消極的にするのも事実だ。しかし、環中修行30周年という歴史的な日に、ユン・ソクヨル大統領と習主席がビデオ会談はもちろん、電話通話すらなかったという点で、中国の出席者選定は近くも遠い今の微妙な雰囲気が両国関係のニューノーマルになったことを象徴するという解釈が多い。これに先立ち2015年6月22日、韓日修行50周年記念式でパククネ前大統領と安倍晋三日本首相は日本軍慰安婦問題で両国葛藤が最高潮に達したにもかかわらずソウルと東京行事に主要参加者として出て、関係改善意思を明らかにした。韓営メディアのグローバルタイムズはサード問題に対する懸念とともに3ヶ月連続続いた韓国の対中国貿易赤字、
文化紛争などが30周年を迎えた両国交流に影を挙げていると指摘した。韓国軍4星将軍の韓米連合司令部副司令官が22日に始まった韓米連合訓練を総指揮することが分かった。韓米連合司令官と国連司令官を兼職する在韓米軍司令官ではない韓国軍長上が連合訓練の全日程を指揮するのは今回が初めてだ。中韓米軍は去る23日、このような事実を知らせながら昨年12月、韓米国防長官が合意した通り今回の訓練で任務と責任を転換することと明らかにした。当時、両国長官はコロナ19などの影響で引き継がれた展示作戦統政権転換のための連合作戦遂行能力評価3段階のうち2段階である完全運用能力検証を今後後期に連合訓練で実施することに合意した。1段階の基本運用能力 IOC、2段階の完全運用能力 FOC、3段階の完全任務遂行能力模擬試験だ。去る2019年後半期連合訓練を通じて基本運用能力を検証するときは撃退、防御一部、反撃二部で行われた2つのシナリオ練習のうち、各1日ずつだけ韓国軍が指揮し、残りの日程は米軍が指揮した。一方、今回の UFS 期間に実施する完全運用能力の場合、一部と二部の日程を共に安平医師連合者副司令官が指揮する。これと関連して、ポール・ラ・キャメラ連合司令官は連合司令部副司令官が未来連合司令官として指揮するのは史上初めて意味が大きいと強調した。これと関連して、一部では今回の完全運用能力評価が前作権転換日程に大きな影響を及ぼすものとみられるが、事情はそうではない。匿名を要求した政府関係者は文在寅政府では完全運用能力評価を終えれば前作権転換年度をすぐに決定できるように宣伝したが、実際にはより多くの条件を満たして韓米が同意しなければ展示作戦権転換年度を決定することと話した。それとともに特に、現政府が前作権転換に対して時期ではなく条件に再び法典を置き、検証の3段階が大きな意味を持つのは難しくなったとした。韓米が合意した展示作戦権転換条件は、韓米連合防衛を主導できる韓国軍の核心軍事能力確保、北朝鮮の核とミサイル脅威に対する韓国軍の初期必死対応能力を備え、展示作戦権転換に適合する朝鮮半島及び地域安保環境など大きく3つある。このうち韓国軍指揮部の連合作戦遂行能力評価は事実細部条件に過ぎないという指摘だ。核心軍事能力だけでも韓国軍の武器体系と戦力などを総合的に考慮しなければならないが、米国がこれを認めるかが鍵だ。特に、対北朝鮮監視能力の必須条件である偵察衛星の場合、2030年代にも韓国軍がある程度独自に確保して運用できるという点などを伸ばし、相当期間条件を満たすことが容易ではないという観測も出ている。ある軍消息筋は条件も条件だが、事実上政府の意思がより重要だとし朝鮮半島安保環境を扱った第三の条件は、韓米間の政治的合意であるだけに結論を出すのは容易ではないと話した。今回の訓練の2段階である完全運用能力 FOC 評価結果は、今週ワシントンで開かれる韓米安保都司令協議会で両国長官に報告される予定だ。その後、両国軍当局の実務人が分析して検証通過かどうかを分ける。復習の軍事情報によると、最終的な結論は来年の初めに出てくるようです。ユン・ソクヨル大統領の外部日程がキム・ゴンヒ夫人ファンカフェを通じて流出し、議論が大きくなった中、大統領警護ところが流出関連経緯把握に乗り出した。大統領室の上級関係者は24日、辰山大統領室で記者たちと会った席で国民の力党員の行事過程で流出が出たと推定されるとし、この部分に対してより綿密に調べるために警護ところを通じてどのようにこのようなことこの起きたのか把握して、再び繰り返さないように最善の措置を取ると明らかにした。続いてこんなことが起きてはいけないのに重ねて申し訳ないと首を下げた。議論は Facebook の一重引用符軍兵ラブ一重引用符アカウントで始まりました。一人のユーザーが投稿コメントに通知します。ユン・ソクヨル大統領、第9西門市場26日12時訪問です。多くの出席、広報をお願いするという内容を挙げた。通常、大統領のスケジュールは、大統領の一部の秘書と出入記者にのみ限定的に開示されています。特に辰山大統領室ではなく外部で行われる日程はさらに制限的に公開される。警護問題があるからだ。もちろん議論になった日程は大統領室で去る19日、記者たちに知らせた日程だった。ただし、場所は具体的には伝わらなかった。そのため大統領室出入記者団は大統領室に抗議する手続きを踏んだり、ユン大統領の第9西門市場日程エンバゴを解除することに決めた。流出の背景を置いてはまだ明確に現れたことはない。当該日程は1ヶ月前に決定されたが、気象状況を理由に取り消され、2から3週間前に再計画された日程で伝えられる。大統領室の上級関係者は第9首都レベルで出席しようとする党員が少なく、身近に日程が分かって知られた状況で伝えられたとし、この行事を準備しながら党員や現役国会議員、
補佐官などが参加するため、特に誰か流出意図があるというより、党の行事に党員たちが心を見せてあげようと、このように出てきたのではないかと考えていると話した。大統領警護相手はコメントを上げたユーザーに連絡してコメントを削除し、詳細な経緯を把握中だ。ただし、特に強制調査などは現実的に難しいため、明確な経緯把握には困難が多いものとみられる。大統領警護ところは経緯把握のために様々な方法を講じているとし、詳細な内容を公開できないと明らかにした。ハン・ドンフン法務部長官が就任100日を迎えた中、支持者たちから一重引用不研修原副一重引用不検察捜査権原城復旧が書かれた花籠洗礼を受けて関心が集まっている。政治圏の一部では、去る2020年のチュミエマイ法務部長官と帝釈天にいたユン・ソクヨル大統領当時、検察総長が支持者から花輪洗礼を受けたのと一重引用不妙な並行理論一重引用不ではないかという主張も出ている。25日、政治圏及び放送会などによると、ハン・ドンフン長官は就任100日を迎えた去る24日出勤途中に支持者たちから一重引用不花輪洗礼一重引用不を受けた。花輪には研修元服をいただきありがとうございます。勇気と献身感謝します。大臣の100日は韓国国民の誇りでしたなどの大臣を応援のメッセージが込められた。ある長官は政府果てかは庁舎法務部の前に置かれた花籠に笑顔で答えて目を引いた。特に庁舎の中に入る前に花をめぐるより、時々花配達を着た配達員と会話を交わす姿がマスコミカメラに捕獲されたりもした。これに先立ち、2020年、ユン・ソクヨル大統領とチュミエガン長官のいわゆるチュ・ユン葛藤が最高潮に達した当時も、両陣営支持者たちは花輪を送って応援メッセージを送ったことがある。ソウル大検察庁の前にはユン大統領支持者たちの花輪が、法務部には追い草長官の支持者たちの花輪がそれぞれ注がれた。最近、法務部は研修官僚検察捜査権完全剥奪法案施行を控え、施行令改正を通じて腐敗犯罪と経済犯罪の範囲を再び拡大させた。研修監査法が施行されると、検事が直接捜査に着手できる犯罪が現行6大犯罪である腐敗、経済、公職者、選挙、防衛事業、大型三次犯罪で腐敗犯罪、経済犯罪など大統領令で定める重要犯罪に縮小される。だが、大統領令改正案は法上文上消えた公職者、選挙犯罪の一部を検察が捜査できるよう再規定した。また、民主党で24日、ハン・ドンフン法務部長官弾劾の主張が出た。法務部が発表した研修原服という検察捜査権原城復旧施行令が法律に違反したものであり、既存の解任提案程度では不足して弾劾をしなければならないということだ。民主党強硬派キム・ヨンミン議員はこの日ラジオで解任提案を超えて弾劾までしなければならないと思うと話した。キム議員は形式的法治主義という偽の服を着て、その中に本当の政治的欲望を隠しているとし、民主主義を守るための方法で接近しなければならず、法律違反が明らかに存在するため弾劾を言うこととした。民主党は法務部施行令が今年4月に強行処理した研修監査法案を無力化したため違法だという立場だ。チャン・ギョンテ議員はこの日、国会が政府施行令に対して効力停止、喪失、恐怖留保などを措置できる施行令統制法を発議した。法務部施行令の実際の履行を中断させるということだ。民主党のキム・ヨンベ議員は現在果て川にある法務部を予想に移転する法案も発議した状態だ。法務部と女性家族部移転が目標だが、女性家族部はユン・ソクヨル政府が廃止を公約しただけに事実上法務部を狙った反、ドンフン流廃法という言葉が出た。政治圏では反、ドンフン長官弾劾主張と法務部移転などは民主党の反、ドンフン法務部長官に対する恐怖症を端的に示すものという話が出た。コミン政とともに民主党議員が自身の名誉を毀損したとしてコメディアンのキム・ヨンミンウジを警察に直接告訴したが、嫌いなし処分通知を受けた。25日、警察関係者によると、釜山海雲台警察署は KBS 交際23期コメディアンのキム・ヨンミン氏に対する子議員の告訴権を調べた結果、疑いを認めにくいとし、無嫌疑の処分とともに告訴権を終結処理した。ギャグコンサートで王を補完する男性の機能を喪失したナッシュキャラクターで認知度を高めたキム・ヨンミンウジは去る2月自身の YouTube チャンネル内視十分に2019年7月16日当時、故・ミンジョン大統領府スポークスマンのブリーフィングシーンを故・ミンジョン・ユン・ソクヨル支持宣言というタイトルで挙げた。広報同館はブリーフィングを通じてユン・ソクヨル候補者は検査で在職中に不正腐敗を拾ってきており、権力の外圧に揺れない強なおさを見せた。導いて検察内部だけでなく国民の厚い信頼を受けてきたと絶賛した。続いてユン・ソクヨル候補者がまだ私たちの社会に残っている各種不正と不正腐敗を根絶するとともに、時代的使命である検察改革と組織刷新課題も見事に果たすと期待するとした。
理財明らかいが押し付けた起訴された当職者の職務を停止させることができるという内容のもとに民主党と県第80条改正と県立党員全員投票新設など党権改正の案件が民主党中央委員会投票で否決された。両改正案とも、党代表選出が確実視される理財な議員に強力な権限を付与するものと認識され、理財な指導家論議を呼び起こし、非理財明らかいの強力な反発を買った。民主党中央委は24日午前6時次中央委会議を開き、このような内容の党権改正案を想定して投票を進行した。午後3時までに投票を進めた結果、党権改正案は在籍中央委員566人のうち268人が賛成して 47.35% の投票率を記録、過半定や指数を超えずに否決された。6時中央委まで来て案件が否決されたのは今回が初めてだ。今回の改正案の核心は、当職者が起訴された場合、政治弾圧など不当な理由で起訴されたかを中央党倫理審判員ではなく党務委員会が判断するようにする内容の党憲第80条改正である。これは議論初期から党代表選挙に出馬した利罪な議員を司法リスクから保護するための改正という批判を受けた。イ・ジェミョンと共に民主党党代表候補の夫人キム・ヘギョン氏が法人カード有用疑惑事件調査のため去る23日警察に出席した中、イ・ジェミョン候補側が7万8000ウォン事件という表現を使って論議が起きている。時事評論家、チャンソン氏は Facebook を通じて7万8000ウォン事件というネーミングが気が詰まると評価した。彼は多くの疑惑を7万8000ウォン事件と一斉にネーミングし、わずか7万8000ウォン持ってという論理を流布させると指摘した。ユ氏はイ・ジェミョン議員側が7万8000ウォン事件という操作された単語を使用したとし、ジェミョン議員はその話を自分の Facebook に上げる。支持者たちはすぐにわずか7万8000ウォン持って操作をするかと政治報復だと主張する。正直できなかった方法で国民を騙そうとする詐欺行為と同じだと批判した。そして7万8000ウォンの3人食代を決済したのは、選挙法違反の疑いだから基本的に金額に関係なく厳正に捜査しなければならない事案だ。重要なのは、この7万8000ウォンはキム氏が受けている法人カードの有用疑惑の疑いの中で本当に少しの少ない1枚に過ぎないという事実と強調した。続いてキム氏に関連する法人カード有用疑惑は、おおよそ思い出すことだけを列挙しても、牛肉購入疑惑、30人分サンドイッチ購入疑惑、カード交換決済疑惑、法人カード割り込み疑惑、関羽氏カード間疑惑、私的食料の決済5つの部署予算を動員したという疑惑、イ・ジェミョン議員の家前フグ料理屋318万ウォンの決済疑惑などの敷地だ。多くの疑惑の真実は調査を通じて隠されなければならないことと付け加えた。イ・ジェミョン議員はペさんが伝えたという食べ物は16件180万ウォンだったという。少ないお金ではなく違法有用に加担したら、大きな誤りだと話した。ただし、妻は飲食店で選挙カードで自分の分2万6000ウォンを出して、秘書官ペ氏とこの事件を最初に公開した公益情報提供者 A さんが同席者3人の分7万8000ウォンを妻と遂行責任者弁護士に隠して法人カードとして出したことを示す通話録音を指摘したが、警察はこれについて説明しなかったと指摘した。イ・ジェミョンと共に民主党議員ハイタマシャキム・ヘギョン氏に浮かんだ法人カード有用疑惑の核心人物として指摘されたペ。もしが高速キロに立った。水原地検は24日午後遅く、景気南部警察庁反腐敗、経済犯罪捜査隊が業務上の背任及び公職選挙法違反の疑いで前景気同庁総務課別ただし職後級の選手に対して申請した事前拘束令状を裁判所に請求した。ペ氏に対する令状実質審査は遅くとも来週初めには開かれると見込まれる。ペ氏はイ・ジェミョン議員が景気治知事として在職する当時の2018年7月から昨年9月まで3年間、同庁で勤務した。彼はこの期間、キム氏の遂行秘書をしながらイ・ジェミョン議員の妻であるキム氏の個人食品価格を景気道法人カードで決済したり、他人名義で不法処方箋を発行され、キム氏に伝えた疑いを受けている。法人カードの有用規模は、最初に知られている70から80件の金額では700万から800万ウォンより多くの100件以上に2000万ウォン相当と知られた。ペ氏は去る大統領選挙過程でこのような疑惑が提起されると虚偽事実だと強く否定した。以後、市民団体はペ氏が虚偽事実を公表したと公職選挙法違反の疑いで彼を告発した。国民の力も昨年12月、キム氏とペ氏を職権乱用や国庫損失の疑いなどで告発した。警察は去る4月、景気道庁とペ氏の自宅を押収捜索し、捜査に必要な資料とペ氏の携帯電話を確保した。また5月中旬には景気道法人カードが使用された食堂など129カところをそれぞれ順番に押収捜索して証拠を収集した。警察は去る3日から何度もかけてペ氏を非疑い者身分と呼んで調査した。以後、容疑が立証されたと報告して拘束令状の申請を決定した。イ・ジェミョン議員の夫人キム氏は去る23日午後、非疑い者身分で警察に出席して5時間ほど調査を受けた。
キム氏は法人カード有用疑惑過程全般に関与したことがないという趣旨で述べたと伝えられた。警察はこれまで押収捜索を通じて確保した資料とべ氏をはじめとする事件関係である陳述などに基づいて捜査を終えた後、早い時期に送致するかどうかを決定する方針だ。新世界グループが仁川清良国際都市にプロ野球競技と経営ポップ公演などができるマルチスタジアムドーム球場を建設する。仁川氏は24日、ユ・ジョンボク副市長とチョン・ヨンジン新世界グループ副会長が市役所で会い、ドーム球場の建設をはじめ、清良に推進中の各種事業について包括的に協力することで合意したと明らかにした。チョン副会長はこの日、ユ市場にスターフィールドチョンラ建設事業と連携して野球競技のためのドーム球場を建設するという意思を伝えた。チョン副会長はチョンラドーム球場の早急な推進を通じて、仁川が他の地方自治体より先にドーム球場時代を開くよう努力すると話した。これにユ市長は仁川市と新世界が地域発展のための仲間として協力していくことを望むと答えた。仁川市と新世界グループはスターフィールドチョンラ建設事業とドーム球場建設事業を早速推進することにし、ソウル地下鉄7号線の歴史追加新設にも力を集めることにした。仁川西区清良洞に16万5000平方メートルに工事が進行中の新世界スターフィールド町というショッピング、文化、レジャー、エンターテイメント施設を備えた複合ショッピングモールだ。2024年下半期の開場を目標に総1兆3000億ウォンの事業費が投入され、4000人余りの雇用創出が予想される。スターフィールドチョンラに一緒に入ることになる2万席規模のドーム球場はプロ野球競技場と K-POP 公演、e スポーツ国際大会、展示会などを開催できる複合文化観覧施設を備える計画だ。また、仁川西区石南洞から空港鉄道清良国際都市駅を結ぶ2027年竣工予定のソウル7号線アオラ延長線にスターフィールドアオラ歴史を追加で新設する案も推進される。仁川市は今年中に実施設計を始め、来年に着工できるよう支援する計画だ。錦湖タイヤは1974年に竣工し、老朽化した光州工場を関平工業団地に移転するため、2019年から市に光州工場敷地の用途を商業用紙に変えてほしいと要求している。現金保有額が1000億ウォンにも満たないほど財政難を経験している錦湖タイヤは、移転費用を充当するのが難しい実情だ。光州工場敷地の用途を商業用紙に変え、これを担保に移転費用1兆ウォンを設けるという立場だ。これに先立ち、錦湖タイヤは光州工場を関平工団に移転するため、去る1月韓国土地住宅公社 LH に工場移転敷地契約保証金を納付した。しかし光州市の立場は違う。商業用紙の変更が不可能だという立場で平行線だけ維持している。国土計画及び利用に関する法律施行令には、事前交渉型地球単位計画指定対象地域の条件をアイドル土地または大規模施設の移転敷地と明示している。敷地の用途を変えるためには、光州工場がアイドル土地に該当しなければならず、現在工場を空にしたり稼働を中断しなければならないということだ。光州市関係者は現在、錦湖タイヤ敷地は工場が稼働中であるためアイドル土地ではない都市原則へ、用途変更の対象ではないため検討自体が不可だ。特権論議にくるまれることもあると話した。すぐに工場移転と新築に1兆2000億ウォンが必要だが、流動資金が非常に不足している。特に、通常賃金関連破棄返送審裁判の結果により、これまで押された賃金2133億ウォンも支給しなければならない。来年だけ1兆ウォン相当の負債満期まで到来する。光州市の松井駅 KTX 投資先導地区事業の支障も懸念される。この事業は松井駅一帯を物流、交通のハブであり、産業、業務、住宅融合地区として開発するプロジェクトだ。世界的な半導体設計会社 NVIDIA がアーニングショック水準の実績を出した。24日、CNBC などによると、NVIDIA はこの日、長期締め切り直後、今年第2四半期の調整1株当たり利益 0.51 ドルを記録したと明らかにした。これは市場予想の 1.26 ドルをしばらく下回る数値だ。売上高は67億ドルで、予想値である81億ドルに満たない不振な実績を記録した。第2四半期オーニングショックはゲーム分野の不振のせいだ。ゲーム事業部門の売上高は1年前より 33% 急減した20億4000万ドルとなった。NVIDIA は半導体設計を専門とするファブレスだ。その中でも主力はグラフィックストレージ装置 GPU であるが、GPU はゲーム機、仮想資産採掘などに使われる。ファンデミックが頻繁になって野外活動が多くなり、低迷の懸念に電子製品の購入が減ると任天堂、マイクロソフトで作るコンソールゲーム機の販売が不振になり、彼らにチップを供給する NVIDIA の実績が打撃を受けたのだ。コレット・クレス、NVIDIA の最高財務責任者はこの日、カンファレンスコールで世界的に吹くマクロ経済の逆風によりゲーム用チップに対する需要が突然鈍化したと話した。NVIDIA が出した第3四半期の売上高59億ドルも期待を下回った。
ウォール街の予想値は69億ドル水準だった。これに NVIDIA 株価は急落している。この日午後6時43分現在、時間外取引で 4.55% 落ちている。NVIDIA は、ニューヨーク証券市場に上場した半導体関連株のうち、時価総額規模が最大の株だ。政府福祉の恩恵から阻害されていた水原よ母女のように基礎生活保障制度に対する行き地が高く、福祉の恩恵を自ら放棄する人々が少なくないという指摘が提起された。25日、保健福祉部によると、がんと希少疾患闘病仲だった水原さん母女は、所得、財産基準を満たす場合、3世帯基準125万8400ウォンの生計支援費と1人当たり300万ウォンの医療費支援を受けることができた。生計、住居給与など基礎生活保障制度の受給者にもなることもあったが、3人の母女は受給者ではなかった。彼らはなぜ国家の福祉恩恵を放棄したのか。韓国保健社会研究院が福祉部に提出した国民基礎生活保障制度接近性強化方策研究報告書を見ると、福祉資格地帯発生の主な原因として申請の難しさが挙げられる。報告書は申請主義が原則であり、申請者が準備しなければならない書類が多いとし、複雑な手続きによる中道放棄、理解不足による制度侵入の困難などの問題があると指摘した。基礎生活保障制度は、低所得世帯の世帯員、親族、その他の関係人が直接申請するのが原則である。法が定めた身分確認書類、社会保障給与申請書、本人金融情報、扶養義務者金融情報提供同意書、賃貸借契約関係証明書類等を提出しなければならない。一方では、基礎生活受給給与申請が自分の権利であるという認識が不足して申請ができない場合もある。申請者が漠然と周辺知人と比較した後、漠然と選定されないと判断して受給を放棄する事例が多い。報告書は危機状況であっても制度をよく知らずに申請しない場合が発生しているとし、特に低学歴者、高齢者、日用労働者のうち基礎生活保障制度を十分に理解できない場合が多数発生すると指摘した。報告書は政府が運営中の希望福祉支援団のような組織を積極的に活用して新規受給者を発掘しなければならないとし、制度に対する理解が不足している方のために積極的に広報し、周辺知人などを通じた危機状況の発掘にも力を入れなければならないと強調した。保育園で生活していた大学新入生が自立に対する負担に勝てず、極端な選択をした中、最後の行く道を親母が一緒にした。24日午前、光州広域市永楽公園で保育園出身大学生 A 軍の化粧式と葬儀ミサが開かれた。この席には A 軍の親母が出席して席を守った。光州北区長は保護施設に登録されている A 軍の葬儀手続きを支援することにし、家族や親戚などを訴え、親母と連絡が届いたことが分かった。親は別の葬儀をしたくないという立場を明らかにした。これに保護施設の関係者たちは葬儀手続きを終えた後、納骨堂に安置する予定だ。A 軍は家庭の不和で幼い頃から保育園に任されて育った。景気地域保護施設で生活する高校進学後、光州保護施設に籍を移した。以後18歳になって自立水準とは無関係に施設を退所しなければならなかったが、A 軍は満24歳まで保護期間を延長して施設に留まると申請したという。それから大学に合格した後、保育園を出て寮に住んでいた A 軍は去る18日午後4時25分頃光州の大学の屋上で自ら身を投げた。A 軍の遺体は3日が去る21日近くの住民によって発見された。警察は CCTV 分析の結果、A 軍が屋上に一人で上がる姿が確認され、ホロロギーに対する恐れで極端な選択をしたとみて捜査を終結する方針だ。A 軍の部屋では飲まない音読物や焼酎、そしてまだ読めない本が多いのにと書かれたメモが発見された。これに先立ち、A 軍は隠れる前保育園の関係者に一人暮らしが怖いと話し、保育園を出た時に受け取った支援金700万ウォンを相当部分使って金銭問題を経験しているという。自分に酒を売らないという理由でコンビニスタッフと店主を殴った中学生が警察に捕まった。この男子学生は暴行過程で自分が刑事処罰を受けない触り法少年だと主張したが、知ってみると誕生日が過ぎ、触り法少年ではないことが明らかになった。去る22日午前、江原道原州市のコンビニで中学校3年生の男子生徒が自分に酒を売らないという理由でランドーを吸った。女性店員は男子学生が未成年者であるという事実に気づき、計算を拒否した。男子生徒は店員を壁に追いやり、脅威を加えたという。男子学生は引き続き現れた店主の顔を足で蹴るなど暴行をした。店主によると、男子生徒は私は触り法少年だからどうぞ叩いてほしいと話した。当時出動した警察は加害者の人的事項を確認して逮捕しなかったという。加害生徒は翌日のこの日の夜明けに再びコンビニに来て交代をした。彼はコンビニ計算台の中まで入って、自分の姿が撮られた CCTV 映像などを消すように要求して店員を殴った。続いて前日暴行シーンが収められた店員の携帯電話を奪って逃げた。
以後申告を受けて出動した警察はこの男子学生を逮捕した。警察の調査の結果、加害者は今年の誕生日が過ぎ、触り法少年に該当しないことが明らかになった。満10歳以上で満14歳未満の触り法少年は刑事処罰を免除される代わりに保護処分を受ける。男子生徒の暴行で店主は鼻の骨が折れるなど前置き8周の重傷を負った。また、片目を大きく傷つけて失明危機に瀕したと伝えられた。警察は加害学生を傷害容疑で立件し、店主と店員を相手に被害事実を調査中だ。岸田文雄日本首相が出入国関連コロナ19防疫を大幅に緩和すると24日発表した。日本経済新聞によると、岸田首相はこの日午後、画像記者会見を開き、来月7日から入国、帰国時に要求していたコロナ19 PCR 陰性証明書要求をワクチン3回接種者に限り免除するなどの対策を出した。国境や空港、港湾に流入するウイルスを防ぐ対策を緩和するのだ。日本はこれまで日本人を含む入国者と帰国者を対象に出国前72時間以内に発行された陰性証明書を要求してきた。来月7日からは3次ワクチン接種を終えたこれらに限ってこのような義務を免除する。入国者数の上限について岸田首相は、主要7カ国である G7 国家レベルの円滑な入国が可能となるよう、国内外の感染状況や要求、主要国家の防疫措置などを勘案して段階的に緩和すると明らかにした。韓国は現在、すべての入国者に対して出発基準で48時間以内に検査した PCR 陰性確認かまたは24時間以内に検査した迅速抗原検査陰性確認書を提出するようにしている。24日、清洲総統警察署によると、去る16日午後、清洲市総統区のある交差点で 2.5T 貨物車が正常走行していた SUV と衝突する事故が発生した。この事故で SUV 車の運転手が足をひどく傷つけ、病院の治療を受けた。警察が現場に出動したとき、貨物車の運転手は逃げていなかった。警察の調査の結果、運転手はカザフスタン出身の外国人35歳 A さんで確認された。不法滞在者の身分にも免許もなかった A さんは最近まで貨物車種である B さんに雇用され、廃棄物運搬業務をしてきたという。警察は A 氏に対して出国禁止措置を下し、専任チームを組んで行為を追跡している。また、清洲出入国、外国人事務所は不法滞在者を雇用した貨物車オモ B 氏を出入国管理法違反の疑いで立件した。キムパプ40列を注文した後に現れず、濃傷行為を言ってキムパプハウス社長の怒りを買った男性が警察に捕まった。24日、ソウル高等警察署は、異界による業務妨害の疑いで男性 A 氏を福岡場捜査中だ。A 氏は先月22日、ソウル高等区のある金飯店で食べ物の値段は後で上げるとし、金飯40列を予約した後、終わって現れなかった疑いを受ける。A 氏は、金飯店に電話番号を残したが、これは他人の番号を盗用したことが明らかになった。今日もインギルバンニュースをご覧いただきありがとうございます。購読とよろしくお願いします。